アラがとソンざちこれそれでは今回なんですけども、アメックスでコンビニ15%キャッシュバックということで、今回はアメックスのカードをお持ちの方向けにお得なキャンペーンがありましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ということで今回のキャンペーンこちらですね。セブンイレブンファミリーマート、ミニストップ、ローソン、こちらのコンビニ大手4社でアメックスのカードを使って決済をしたら15、15%がキャッシュバックされます。期間は下にも出てる通り、2019年の10月31日から2019年の11月30日までとなっています。 今回、まず必須となるのは必ず事前登録が必要となります。まあ、その事前登録も全員ではなく、先着で10万名様限定となっているので、これが埋まったら参加ができませんので、ご注意ください。ちなみに事前登録のフォームはこんな感じですね。名前とアメックスのカード番号、メールアドレスを2回入力で完了ということになります。今回のキャンペーンの期間中の上限金額っていうのが500円までとなってます。なので、3334円分で上限に達するので、ここは注意が必要ですね。 次に対象となるカードなんですけども、今表示されている各カード会社が発行したアメリカンエキスプレスのカードが対象となります。 ま、上から読み上げると、株式会社クレディセゾン、三菱 UFJ ニコス株式会社、株式会社クレディセゾン、三菱 UFJ ニコス株式会社が提携するカード会社並びに、フランチャイジー会社、株式会社 MI カード、こちらであれば今回のキャンペーンに参加が可能となります。ちなみに赤く出てるんですけども、楽天カード株式会社が発行するアメリカンエキスプレスのカードは対象外となってますので、ここはお気をつけください。 残りの注意点はこちらですね。今回は店頭でのカード決済が必須となります。なので、クイックペイとかでの支払いは対象外となるので、ここは気をつけてください。あと、オンラインでの決済も対象外。そして、複数のアメックスのカードをお持ちの方の場合は、カードごとに必ず参加が必要となります。で、ここに記載はしてないんですけども、一部対象外のコンビニもあるので、これは事前にキャンペーンのページなどをご確認してください。まあ、せっかくなので僕もアメックス持ってるので、早速入力して参加してみました。まあ、そうするとご覧の通り、カード情報 のご登録が完了いたしましししたたというにうに表示ががさされれててて入力メメーーールルアドレス宛てにキャンペーンペののの登録完了のメールが来るででこれでチェックしてみてくださいまあ、そんなこんなで今回はアメックスのコンビニで15%還元のキャンペーンについてお伝えさせていただきました。ちなみに現在アメックスではオファーが来た方であれば対象のスーパーで20%還元のキャンペーンも開催されているので、まあ、そのキャンペーンも含めて使えばかなりお得に使えますね。まあ、そのオファーに関しては来てる方や来てない方もいらっしゃいます。 一応今回お伝えしたコンビニで15%キャッシュバックのキャンペーンについてのリンクも下の概要欄に貼っておきますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました